遠藤がいて長谷部が押し上げるドリブルを使う中へポストだ。いや惜しいシュートでした。大久保でした、はい、長谷部のこの突破見事でしたけどね。ポストに当たって弾かれました。後半の立ち上がり大久保のチャンスでした。長谷部がつなぎます。ジェパルフが前で前で追い込んでいます。ただ出てきてくれた方が日本は扱いやすいんじゃないかと思うんですが、ドリブルを使う中村俊輔が横につく。左サイドの大久保、長友がまたフリーランニングで上がってくる。仕掛ける、突破した、チャンスだ、シュートが来た。まだあります。日本久しぶりのチャンスか。中澤のクリアのところでスペースがあって相手に奪われる。浅野現役を見る。1点入れば大きく南アフリカが近づいてくる日本、はい、1対0でしのぐにはまだ15分以上あります。これは中村が行くんでしょうかね。中村俊輔か、はい、日本でそしてヨーロッパで培った技か、遠藤か。フェイクが入りますが遠藤のフェイクがなかなか来ない。狙ってきた、外でした。ウズベキスタンが選手交代の準備をしています。フォワードの本田、サイドが空いている。遠藤が上がった。さあ岡崎が走り出す。矢野に渡す。中は今岡崎一人、長友が上がってきた。遠藤へ、前にスペースがある。シュートか、浮かした、本田だ。いや悪くないですね、はい、オフサイドフラッグは上がりませんでした。さまざまな歴史を作ってきた最終予選、日本がわずかに1点リード。直接もあるか、壁を下げる、レフリーが壁を下げる。キッカーはキャプテンのジェパロフ。直接枠を狙ってくるか、速いボールだ、抜けた、抜けました、助かった、助かりました。誰か触ればゴール、あるいはもう少しカーブがかかればそのまま巻いて入ってもおかしくないような、はい、そんなキックでした。一番外側に余ってたと思うんですけど、はい、どっかでコースが変わった、あ、ここですかね、コースが変わったと思うんですよね。コーナーです。コーナーキックになってジェパロフ、日本のピンチ、残り10分。ミドルシュートは来るのか、またクリアだ、日本しのぐ。いやここは集中ですね。しかし日本もさまざまなこのアジアの、そして世界の戦いの中で、はい、まあ、ワールドカップ予選ですからね、さまざまな経験を積んできました、はい、これはもうお互い必死ですから。残り10分、おーっと危ない。奈良崎はまだゴールの中にいる。猛攻のウズベキスタン、ジェバロフ浮いた、助かった日本。簡単に前線には入れない。42分経過、残り3分。山本さん、この回し方でいいですか。はい、いいですいいです、サイドが空いて、いいボールが来た、落とす、シュートが来た、ディフェンスに当たる。矢野貴章にシュートを打たせました。いや長谷部よくディレイさせましたね。いやまだありますね、これは。中盤のカパゼだ、カパゼもシュート力があるわ、裏に渡ってしまった。中はどうだ、コーナーだ、コーナーになった。いやなんと残り2分を切って長谷部レッドカード、肘打ちだという裁定です。長谷部レッドカード、思わぬところで長谷部レッドカード。これで少なくとも長谷部は日本でのホームゲームカタール戦は出場ができません、うん、手元の時計ではこの瞬間ですか。ここで相手と競った時に、あ、相手のジェパロフに対して肘を入れたという判定のようです。選手交代をさせます。中村俊輔が下がります。そして阿部が入ります。これで両チームともに選手交代は終わりました。さああとはロスタイムがどのくらいあるのか。1対0、わずかに日本がリード。
まあ、今のシーンで、まあ、長谷部は少し時間を稼いで、はい、阿部が自分のポジションに入る選手なんで、はい、そこをうまく時間を使ったというところも、まあ、エキサイトしているようですけど冷静さもあったんですね。あ、岡田監督が退席になりましたね。退席になりました。岡田監督退席。ロスタイムはそして4分の表示、まだ4分あります。ミドルシュートが来た、コースが変わった、あっとクロスバーだ、クロスバーに当たった、キーパーが触ってクロスバーへ、助かった日本。まだしかしピンチ、シュートが来た、浮いた、助かった。いやー、数々のピンチでシュートが今日浮いているウズベキスタン。岡田監督退席、岡田監督がドレッシングルームに下がっていきました。おそらく長谷部退場に対して抗議をしたということなんだと思いますが、岡田監督が退席処分になりました。いや、あと時間わずかですから、まあ、残った選手しっかりと声出して、はい、集中しきっていうことですね。うまく時間使ってほしいですね。まあ、遠藤、そして中澤、はい、トゥーリオ、はい、このあたりはきちっとコントロールしてほしいですよね。という時間になってきます。退席処分を受けた岡田監督、キャプテンが蹴る、狙ってきた、外だ、これもヒヤッとしました。いいシュートでした、ジェバロフ。何度とある今日のウズベキスタンのセットプレーのチャンス、はい、しのいでいる日本。いや、今のはもうさあヒヤッとしましたけどね。まあ、あともう時間ほとんどないんで、はい、うまくこう時計の針進めていってほしいですよね。ロスタイムの目安はもうあと30秒になっている。一人少ない日本のピンチが続く。もう残り時間はわずかです。早めにボールを入れてくる、低いボールが来た、ハンドか、いやハンドはない、ミドルシュートだ、浮いた。今日はウズベキスタンのシュートもクロスバーを越えていく、浮いたシュートが多くなっています。はい、長めの芝生です。いや、そのピッチの影響というのは間違いなくありますけどね。はい、さあ、そしてこの段階でロスタイムの目安4分が経過しました。はい、続いてきた、ここで試合終了。よし、日本4大会連続のワールドカップ出場権を手にしました。1対0僅差でウズベキスタンを下して南アフリカ大会出場決定。苦しい試合でした。はい、今日もまた最終予選の苦しい戦いでした。本当に苦しいゲームだったんですけども、やはりセンターバック、キーパーの奈良崎、そして、まあ、ボランチの2人も含めてですね、はい、いや、あの波状攻撃よく集中して耐えましたよね。まあ、こういう勝ち点の積み上げ方も、ワールドカップ予選では非常に重要なんですよね。今日のゲームを振り返ると、まず立ち上がりに相手が出てきたところでカウンターから中村健吾、岡崎と渡って先制点が取れました。はい、この2人はやはりその強化試合で勢いがあった、調子の良かった2人が見事にこう機能したシーンではありましたよね。素晴らしいゴールでしたね。笑顔が見えます。最後は長谷部が退場処分になり、岡田監督が退席になるというアクシデントがありました。あ、ベンチでスタッフが抱き合って喜んでいます。そして中村健吾の前にスペースがあって、裏へ抜けるチャンスだ、キーパー押し込んだ、素晴らしい、岡崎。ミドルシュートが来た、コースが変わった、あっとクロスバーだ、クロスバーに当たった。